おはようございます、こんにちは、こんばんは、刹那圭介です。はい、じゃあ前回に引き続きやっていきます。ぽい、あれ、あ、こっちか。たびたびゲームポッドの配置変わるんだよね、ボタンの。なんでだろうね。はい、じゃあこっちですかね。青夜の鍵、青の鍵なんか戻ったっけって。あれ、前回収録して数日しか経ってないのにもうこんなこと終わってるね。うん、あ、ち、あれ、あれ、あれ、お、なんかゲームパッドの調子がおかしいな。あ、なんかキーゲーム毎回毎回するためにゲームパッドのボタンの配置がおかしいなと思うな。テントウムシの絵が貼ってある。テントウムシ、テントウムシ、虫、カタツムリ、なぜかタツムリが出てきたし、橋に注意。その橋っていうのは、あの通る方の道か、道の橋かな。わからない。一休さん、助けて、蜂の絵が飾ってある。いやいや、俺の天然出てきたし。橋なのにこの蜂に反応してしまってビビったな。おかしいおかしい。蝶々の絵が貼ってある。蜘蛛の絵が貼ってある。昆虫好きでありますな、この絵描いた人は。うん、プロローグ、うん、第一章、第二章、最終章。何のだよ、見た感じこれが蝶やけん、生まれてから成虫になるまで、そんな感じらしいね。お、穴が開いていて通れない。クソ、さてどうするか。まあさっきの分かり取ったところへ行くしかないのです。いないんです、橋に。おお、なんか手が出てきたやん。握手したいのかい。やだよ。ああ、わあ、イブの出待ちがおるやん。イブちゃん人気出待ち。もう5人目。よし、アリの絵。なんでアリだけこんなぼっちなん。イエス、ぼっち。まあいいでしょう。橋に注意ってよ、このことか。で、セーブができます。セーブポイントちょっと早いな。鍵かかっている。え、待って、うん、橋に注意は分かった。だけどね、鍵なんかなかったよね。こんな感じで穴開いとるやん。え、おかしいな。戻ってみよう。右側行って、左行って、右行って、もう一度左来てセーブして前回終わったわけです。ってことはこっちなんかあったりしたんかな。なんで、そう、いける、いけない。バラの花が元気になった。バラ、お、5まで回復したやん。やる、やった。ここに止めたら回復のポイントになってます。うん、こんな感じでありますね。あの穴を防ぐ方法とかそういうの探さないかんわけですね。この絵の裏に何か隠されてるわけでもなし、カチってたまに言う謎のやつ、何の模様がわからないやつ、セーブするやつ、でイブちゃんを出待ちするやつら。この映画ちょっと8、テントウムシムシにハチハチハチ、ちょ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 の雲、意味わからんけど言ってみる。プロローグってきてね、第一章、第二章、最終章。蝶のなんか一章はこんなに盛大に書かれとるのに。アリに至ってはぼっちやもんな。どういう対処、その対処じゃないな、対応、待遇の違いな、待遇か。出待ちのファンが多いだろうが、5人もおる。イブちゃんどんだけ有名な。俺もそんなに有名になりたいな。これさっきセーブしたもんな。このアリがなんか気になるよな。で、鍵かかってます。あれ、もしかして鍵持っとるわけではない。持ってないな、やっぱり持ってなかったな。あれ、
俺もう積んだけど、うえー、出待ちに殴られたよ。発進に注意。皆さん、攻略サイトをパート2ですぐに見てしまったことをお祈りじゃないな、お詫び申し上げます。しかしね、私にもね、言い訳というものをさせてほしいね。なぜかって、こいつだよ。このちょっと小さい点がこうちょっと動いてますよね。こいつですよ。こいつに話しかける必要があったんですよ。わかるか。こんな小さいやつちょっと動きよってもわかるか。俺こっち、このマウス映らんかな、映らんな。こういう絵の面々を見よに焦点当てて歩きもやけどさ、こういう地面まで、ほら見てみ、どこにおる、あ、こっちか。こういう床におるこいつの存在にわかるわけなかろうが。はい、あれあれあろ、あー、僕、アリ、僕、絵大好き、僕の絵かっこいい、僕の絵見たいけどちょっと遠いところにある。そうですね、こっちね。なぜかお前のやつだけイエスポッチさせられたもんな。うん、こんな感じね。ん、この絵は壁から外れそうだ。外す。なんであの小さいアリを調べんかったら外すことに気づかんかったんかわからんが、とりあえず外します。アリの絵を手に入れば、ああ、このアリの絵を箸にするんかな。あ、そうだ、アリくんにこの絵見せてあげようじゃない。あ、それ僕の絵、やっぱりかっこいい、うっとり。そんなにうっとりするもん。アリが抱えている絵、頑丈な額縁に入ってる。あ、丈夫か、丈夫やけん箸にできますよ的な、この発想はなかったわやね。アリの絵を置いてみますか。はい、アリの絵を穴の上に置いた。すまんの、君の絵を踏み台にさせてもらうよ。はい、わお、ちょっと壊れたね。ごめんね、アリくん、壊しちゃったよ。ざま。お、なんだあれ、マネキン、ちょっと気になるね。頭がない像がある。あったね、これ最初の絵ばっか展示されてる部分、場所にね、なんか無個性とかいうやつ。何かが落ちている。緑の鍵を手に、え、わ、逃げるパターンのやつやん。逃げろ逃げろ、あー、まだ追いかけてくるんか。え、これまずいんじゃない。え、やらかした、わし、俺、わしやらかしたんじゃないの、やらかしたパターンじゃないのかいこれ。あ、そうか、緑の鍵でこっちか、やらかしてないわ。わーお、猫ちゃん、なんだろう、猫ちゃんフロア。フロア、部屋って英語でなんていうもんだろう、ルームじゃん、猫ちゃんルーム。おーし、目があってさ、あと真ん中のこれがやっぱり気になるよね。壁が魚の形にくぼんでいる。猫の好きな魚ですな。うん、このセンスがなかなか可愛らしくていいじゃない。作者が何、開いてみ、会ってみたいけど、何これ、一つだけ違う、お金か、わー、かくれんぼする、なんか出てきた。この中にいますよ、選択肢7つ。ヒントは板前の腕、どうでもいいです、ヒントじゃないですね。板前の腕ね。まあ、いいや、出ていきます。で、こっちは？うわー、めっちゃマネキン並んどるやん。こういう時ってね、フラグ立てちゃうけどね、どれか一つ動くよね。やね、箱の中身空っぽ。マネキン、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 ダンボール、ダンボール。なんだこれ。動いてます、イブさん動いてますよ、後ろの。よく見たら真ん中のやつだけ表情違うし、笑ってるし、狙ってるし、床につまずきそうなひびがある。
それをいちいち表示するって あ動いたね。わあ、ドロドロなんか出てきた。こいや、こいや、これやろ、こいや。ここになんかあるんかな、これ。行くでいいよ。あ、待てだ、まだまだやだ、まいや、行けとこ。なんもないんかい。あ、おお、ザマーやん。ザマー、俺はこれを狙っとったんや、ザマー。嘘です。ですね、何かが落ちている。木の魚、かっこ尻尾を手に入れた。なんだそれ、マジでなんだそれだ。頭はどこだろう、そういう問題なん。頭は探す式まんまなんやな。おお、トレジャー推進真っ只中イブちゃんであります。そうですな。あ、尻尾はどこだろうって、もしかしてくぼんでいるやけん、頭の尻尾から上上って言うんか知らんけど、を探したらここにはめ込んでドア開いたですな。いや待てよ、このどこにかくれんぼって言おったけど、ここのどこにおるかっていうヒントは全然ないよな。これミスったら死ぬよな、確実。また K だよ、もう敵は出てこんのだろうが、やめてよね。と言ってもないんかな、ノーヒントでとりあえず出たとこ勝負行ってみろ的な感じで行きたいのかい、このゲームは。よ、ヒントなんかあったかな。あー、セーブしとこ。とりあえずセーブやね。セーブポイント、あ、セーブポイントこっちか。おー、そうそうそう、ここここ、おーし、出たとこ勝負行ってみよう。一番左のここだと見た。おっさんない、おっさんない、おっさんない、何も捨ててしまおう。かくれんぼをするって聞いておきながら、はいと答えてないのにかくれんぼし始めるからね、板前の腕。これがなんかヒントのような気もしてくるけど、ヒントじゃなさそうな気もするから教えます。次です。部屋が暗くなった、何かが起こるというのかい、外に何かがいるというのかい、何もいない。おし、とりあえず何か問題なかったみたいで、もう一回セクシー、いやー。別にいいじゃん、イブちゃん女の子、プレイヤーは男の子。別にイブちゃん殴らんでも、俺がリアルで代わりに殴られちゃうけん。混ざってるね。なこれ、いやー、なんか知らんけど食らった。こっち、なこれ、とても不吉な絵を見てしまった。ある意味痛いよこれ。身体的じゃなくて精神的に痛いものを見てしまったね。そう、これは、はい、オープン。お、いた、やった、見つかった、景品あげる。はい、くれるん。あ、景品景品、やった、戦利品ゲット。何かが落ちている、火の魚、来た。一つになった魚の鍵を手に入れた。もう鍵ってことが分かってますな。板前の腕もどうでもよかった。まあ、とりあえずこれ開けてからセーブして終わろうかな。はめます。あー、うるせー、俺は猫肌がそんなにうるさくされたら猫が嫌いになるやろ。よし、まあとにかくドアが開いたけん、よしとしましょう。ではセーブ、はいはい。では今回はこの辺で、すいませんね、パート2でいきなり攻略サイトを見せてしまってね、気づかなかったぜ、床のあのアリにはね。うん、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。See you again.